ここも焼肉屋さん。へえ。いつも走っとったら全然気づいてなかった。まあ駐車場もすごいね。へえ。あれ、そういうところミッションあるんや。カラオケミッション。ミッションは、あれですね。豊橋の方でちらっと話したことあったかな。力グループですよね、確か。へぇー。メンズだけもあるし。新車か、新車かもできてんだね、こっちの方にも。ここはあれ、ここドミー、あ、ドミーってできてたんだ。あれ、普通の、それであるか、天然温泉あるんだね。ドミーっていうとね、大衆浴場とかにあるっていうイメージですもんね。あ、そういえばここ地下道ありましたね。まあ、はい、山田さんからも地下道があったらね、入らないといけませんからね。ここは入ったことあった気がするんだけどな、昔に。動画撮り出す前ですよね。ちなみにさっきの木って西口の方から使えるんだよね。使えるよね、さすがに。よいしょ。さっきのところこんなすぐに入ってくの恥ずかしい。こんな機械になってるんや。これ何や、近鉄の方か。へぇー、乗車とかよ。で、あー、なるほど。へぇ
止まってる。ここで乗ってきゃあれですからね。ちなみにそこまだ時間あるからちらっと見てくか。向こうやっぱり行くと近鉄の方に行けますけどね。快速名学院、快速名学院すごいね。この JR の駅ですからね。これも早速ね、お得です。まあこれで見逃しに、あ、こんなとこにも、こんなとこにも改札あるんや。へえ。あれビュートビュートフランス、パン屋さんですよね。なんかこれなんか人気らしいですね。へえ。でこっちから行ったら快速名も見えるし、こっちに来るとここはただ瞬間にザ・近鉄の駅になるっていうね、面白い構造ですよね。こんな感じ。へえ。同じ構内ですが、一応こっちの方も入って大丈夫。あっ、こう別に何で14分の快速名で買うかって言うとですね、行くのかな。明日も早い。ちなみになんか一応こっち土産っぽいのを売っとったんで、それは買っときましたけどね。一応4番線まであるんですよね。こっちもすごい。うん、今日はこっちだ。これが最終やね、14号の最終で。季節表のここに書いてないんだ。なるほどね。出会った人向けに近鉄の広告売ってるし、最近あれ使わなくなったな、3時半期。ネットで買えるやつを使うようになったらめっきり使わなくなってしまいましたね。であっちに泊まってる銀行でも入ってるっちゃ入ってる。もうあと2分で来るわ。まあ帰りやってのんびりぐっていう手もありますけどね。起きてんな。快速名がこれ違うんだ。
まあ、出演ですから、引き換え交換とかしないですからね。あ、特急何機だ。朝から何機の最終ってこの時間まであんのか。で、走ってって、金庫の観光になった。あれが近鉄の方ですね。一応アクセスよく作ってあるのかな。まあ、ここで乗り換える人はいないと思うけどな。こっからだと何、鈴鹿市駅になるのかな。鈴鹿駅があって、鈴鹿市駅っていうのが近鉄にあるんだけど、柳駅の方なんか近いのか。柳駅多分その先っこの方にあるはずなんですよね。一回だけ起きたな、柳駅。何だったっけ、天文部かなんかのやつで行ったんだよな。あったな。柳駅って大してもね。さあ、人っ子一人いない鈴鹿駅ですけど、ちなみに何があんだ。神戸の寝車、名車内あるね、ちゃんと、神戸の寝車か、知らねえ。両高寺の時報、大東領図開帳される、当駅にして 1.1km。 へえ、龍じゃなくて龍なんや。へえ、 たまにいますね。あのこの龍にタワーで書いて龍太くんっていうね。あとは神戸城跡と神戸公園、織田信長さんの天守閣が現在石垣と周辺を整備した公園。へえ、神戸公園ね。へえ、そっちの方なんや。こんな感じですね。1時間に1本基本ずっと来て、で快速面も来るんで、実はその泥岡駅の間に特急も走ってくるんで、実はあの本数はドローカルな、その地方の第三セクターにしては結構多いですね。1時間4本、多い時間帯では1時間4本とか走ってますからね。今のが20時26分で、一応、22時4分が最終か。これより後のやつは玉垣止まりなんでね、実はここまで来ないんですよね。ですって。なるほどね。はぁ、無事着いた。運賃所ってどこにあったっけ。下に降りた、あそこにあるね。ちなみに今通貨だよ、通貨ね、行ったり来たりしましたけど、もうこれで880円ね、分使ってますからね。880円ですからね。もうあとジュース1本分で元が取れてしまう。まだあと、次の土日と、さらに次の土日と、さらに祝日と、あとなんか伊勢鉄道の日の記念の日に、1日使えますからね。あまりにもお得だ。そうか、改めてこうやって通に行って帰って2往復してみると、意図せずですけど、この区間電車で行くと楽だな。あまり電車の選択肢っていうのを考えたことなかったんですけど、まあ、白骨って言ったらまあワンチャンあるんでしょうけど、特にまあ今回はうまいこと快速面に乗れたっていうのも大きいですよね。ツインキーホルダーやってるんですね。快速面の時刻表、とか雪がね、こんな感じでって。さっき乗ってきとったのが19時17分やから、まあその後21時15分までは一応あるんだね。へえ、結構ありますね。なるほどな。ちなみにここからも徳田の方回数券買えるんですよね。
これだと名古屋市内の駅貼ったとこはあれですけど、鶴舞とか大曽根とかまでね行けるっていうのは地味にありがたいですよね。そう、うん、そう、その辺りがね結構、実はその四日市から乗るとこっちの方に直接行こうとすると特定区間運賃じゃなくなるんですね。すごい値段が上がったりするんでね、それ考えると実はこっちはこっちでありっちゃありなんですよね。駐車場代とかもね、 JR の方も有点700円のかけ代にかかりますからね、四日市だと。駐車場代一番大きいな。で、普段はここがあれかな、駅前になっとって、ここが昼間だと空いてて、そこで切符とかも買えるみたいですけどね。一応観光案内とかも出てるけど、まあまあまあ鈴鹿は分かりにくいからな、ちょっと暗すぎて分かりにくいな。電車に歴史を感じるな。鈴鹿市居住表示、これだと分かりにくいか、難しい。しかもなんだこれ、運転手の鈴鹿市駅の方だけど、こっちの方じゃないし、伊勢鉄道、あ、ここが今こういうとこ一番端っこなんや、ね、こっちの方が南部とかになったけど、これやとちょっと分かりにくいか、もうちょっと分かりやすいやつがあるかとかに、まあいいや。駅前に散歩タクシーもいて、もこの時間にはもう閉まってますよって感じですね。なるほどな、スロープで中に止めるようになってんだね。へえ。よっしゃ、まあ、ザ・ローカデキって感じですよね。これだけでこれでちょっととてもじゃないけどあれ使える感じではないけど、こんな感じ、結構高いね。まあ、とりあえず、もうこれ一回になると、車もだいぶ空いてますね。そうか、そうか。まあ、鈴鹿まで出るっていうのはありやな。まあ、わからん。来週は河原駅は河原駅でちょっと面白い行動ですしね。あっちの方向いてみたいなと思いますんでね。このシリーズは、このまままた続きますので、どうぞよろしくお願いいたします。一旦、締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。